さんこんにちは。で、囲碁なんです。皆さん囲碁ご存知ですかね。私は結構囲碁好きな人で、まあこういうことをよくやってるんですけど、こうせっかくなのでちょっと囲碁に関する豆知識を皆さんに知って帰っていただこうと思います。囲碁って結構変な別名がたくさんありまして、一つはウロ、これウロと読みます。黒石をカラス、白石をサギに見立てて、こうカラスとサギが争っている様だと見るのがウロという呼び方です。もう一つ、もうちょっとアカデミックな感じの別名としてはランタと呼ばれるものがあります。これは仙人が二人で囲碁を打っている様をキコリが見ていたら、キコリが持っている斧の絵がいつの間にか腐っていたという、そういう中国の伝説に由来する名前です。でもう一つ、私が比較的好きな囲碁の別名がありまして、それは手段と呼ばれるものです。これどういうことかっていうと、要するに囲碁っていうのは手を動かしているだけだけど、それでお互い会話をしているようなものだという、そういう別名です。で、実際私囲碁やってる人なので、この手段っていうのは非常に気に入っていて、なぜかというと実際打ってるとそういう気持ちになるんですよね。こう、私はここに行きます、なぜならこういうことだからです。で、相手はそれに対していやいやそうは言ってもですねっていうような返答を返してきて、でそれに対してこちらも返答を返すと、でまた会話をしているような気持ちになれる。で、とはいえ囲碁なんてこんな石置くか置かないか程度の話なので、それでなんで会話になるのかっていうのはなかなか興味深いところではないかと思うんですけど、まあ、私の意見としては、対局者っていうのは非常に多くの情報をすでに共有していると、大体全体がどんな風になっていて、このまま行ったらどうなりそうで、ここで考えられる手段といってはこういうものがあってっていうのを共有しているので、でそういうバックグラウンドの共有があれば、たった一つ石を置くとか置かないとか、それだけのことでも十分会話は成り立つんだというような感じではないかと私は思っています。でもちろんこう囲碁の話をしに来たわけではないんですけど、まあ、ともかく私はこんな感じで囲碁を打つ人ですので、結構あちこち囲碁を打ちに行ったりしていて、ほんの2週間ほど前のちょっと箱根で囲碁を打つ会があるから、そう知り合いに呼ばれて囲碁を打ちに行ったんですよ。で、今私仙台にいるんですけど、仙台から箱根って結構思ったよりはいろいろルートがあって行きように悩んだりするんですね。で、今回まあとりあえず安く行きたいと、ただまあ待ち合わせがあるので待ち合わせには間に合わなきゃいけない、でどんな感じで行きましょうかということを考えるわけです。で、こういう話をすると、まあとりあえずまず出てくるのが青春18切符、始発で出て青春18切符で行きゃいいじゃないかっていうのを皆さん考えるかもしれないんですけど、私も若い頃はそうだったんですけど、最近さすがに普通列車の横に長いシートに座ってダラダラと移動するのは疲れてきた。だからまあ部分的に普通列車を使うのはいいとして、あ、まあ長時間乗りっぱなしっていうのは嫌だなとか思うわけですね。で、さらに、まあ、他にも気にしなきゃいけないことっていっぱいあって、例えばお昼ご飯っていうのは結構重要な問題なんですよね。駅弁買うとしたら、駅弁買うタイミングが必要なわけですよ。どっかの乗り換えでそれなりに時間がないと駅弁は買えないと。なおかつ買ったはいいけど、次は例えばゲロゴミの電車だったりしたら立って駅弁食うわけにはいけませんから、次の電車っていうのは結構ちゃんとこの電車なら大丈夫っていうのを見計らっておかなきゃいけないわけですね。そんなことを考えながら、まあ、こんな制約をどんどんつけていくと既存の経路検索のアプリとかでは調べてくれませんから、ひたすら時刻表を眺めたり、または経路検索のアプリを何度も何度も呼び出したりして、まあ、経路を作ったわけです。でです、しかしこういうわがままな検索もできた方が嬉しいとは思いませんかね。でもちろんできた方が嬉しいに決まってる、でも現状できてないわけですよ。で、なんでできないか、私はこういうのができてないっていうのはディスコミュニケーションの問題だと思ってるんですよ。我々人間ユーザーの側はこういう経路が欲しい、こういう経路を見つけたい、手段は問わねえというのが大体の気分なわけですね。で、それに対してシステムは何をしてるかっていうと、こういう手順でこういうふうにやっててできたものをユーザーに返しますって言ってるだけですね。その手順が本質的に何をしてるかとか、返したものが本質的に何かっていうのは正直に言ってシステムはあんまりよく分かってない。で、言い換えるとユーザーっていうのは目的に興味があるわけです。やりたいことがある。それに対してシステムっていうのは手段しか知らない。こんな状況ではまあ話が通じるわけはないわけです。だからちょっと今までと違うことをしようとするとすぐにそんなこと知らんわとシステムに言われてしまう。そんなことが起こるわけです。しかしまあ囲碁のことなどを思い返してみる
なんかある程度システムとユーザーの間で共有できているものがあれば壁ぐらい成り立つもんじゃないかなと思いたくはなるものだと思うんですよ。でそこでという話なんですけど、ここからは私の研究の話になりますが、私はこの問題に対して一つ新しい言語を作りました。でこの言語のミソは、この言語はユーザーからは自分がどんな経路を欲しいかっていうのを書くための言語に見えるんですよ。しかしシステムの側からは、それはどうやってその経路を見つけるかっていう手順書だと読むことができる。その言語のおかげでこうシステムとユーザーとの間のディスコミュニケーションを解決してあげよう。ちょっとテイストだけ例をお見せします。これは簡単な例で、地点 A から地点 B の間をこう2000円未満で行く最速の経路を見つけたいというのようなモチベーションがあった時にどういうプログラムを書くかなんですけど、でこの言語では当然どんな経路が欲しいかを書くわけです。だから欲しいのは時間の意味で最小の経路が欲しい。でただし条件があって、 A から始まってて B で終わってて、でコストは2000円未満、こんな感じです。であとはタイムとかフロム A とか To B とかコストとかが今未定義なので、こいつらをちゃんと定義してあげればプログラムは完成です。でこれらのこう定義を経路の上の再帰関数で書きます。で経路はなんか辺がたくさん連なっているものだと思って、でその辺が何もない頂点一つだけの場合はかかる時間は0、そうでなかったらそこまでの経路にかかる時間プラス最後の辺を渡るのにかかる時間、まあそんな感じです。同様にして A から始まるとか B で終わるとか、コストが2000以下とかもサクサクサクっと定義してあげると。でこれでユーザーがやることはおしまいです。あとはこの記述をシステムに投げつけます。でシステムはこの記述をこう経路を見つけるための手順書だと読んで、それを見つけるための効率的なアルゴリズムを自動的に導出します。でそうすると最後は経路情報を含んだ地図データを投げつければ無事我々の欲しかった経路が手に入る、そういう感じです。はてということで、今回のお話っていうのはディスコミュニケーションのお話でした。片側が目的について語っていて、もう片側はそれを達成するための手順のことばっかり喋っていると話が通じない。要するにそういう話で、大体皆さんも経験があるんじゃないかと思うわけですけど、大事なところはこういうのは実際にはソフトウェアを作るという現場でも非常によくあることだというのが私のお伝えしたかったことです。で私の意見としては、これはソフトウェアを作る上での一番ファンダメンタルな難しさのうちの一つではないかと思ってます。でまあこれファンダメンタルだからどうしようもねえっていうわけではなくて、やっぱり解決していきたいわけ でそのためにはちょっとずつでも人間とコンピューターの間で同意できるような共通のバックグラウンドを作っていってあげる必要があるんじゃないかなと思っています。で、まあ、現状そんなにうまくいってるわけではないですけど、これがもしうまくいきましたら、人間とコンピューターが会話をするように、またはもっと私の個人的な希望としては、さながら人間とコンピューターが囲碁を打つかのようにプログラミングができて、このソフトウェアが作れるようになったらいいなと思っています。以上です。ありがとうございます。